今日は蝶野さんと一緒に過去に犯罪をした人が再び犯罪をすることを防ぐ再犯防止について考えていきたいと思います。どうも蝶野あさるです。まず一言、俺は犯罪を許さない。被害者のことを考えたら当然でしょう。そうですよね。でも罪を犯した人を許さないってだけで犯罪が減るのかと思います。蝶野さんも10代の頃ずいぶんやんちゃをされていたとか。まあね、若い頃はね、いろいろありました。でもきっぱりやめてプロレスに打ち込んだから今の僕があります。立ち直るきっかけが大事なんですね。その辺のところじっくり探っていきたいと思います。では参りましょう。まずは再犯の現状についてお聞きしたいと思います。再犯防止に取り組んでいらっしゃる法務省の小林隼人さんです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。法務省の小林です。いろいろ教えてください。よろしくお願いします。はい、ます。闇バイトのニュースとか見ると犯罪が増えてるのかなと思うんですけども、どうなんでしょう。ちょっとフリップを用意したんで、はい、これで説明をさせてもらいます。はい、これは刑法犯で検挙された人の数を表したグラフです。青い方が初犯者、初めて検挙された人、赤い方が再犯者、再び検挙された人、足し合わせて数、その人の数を表しています。減ってますね。はい、見ていただく通りこうずっと数自体は青も赤も減っていってます。はい、これ自体は治安の維持という観点からはいいことだと思うんですけど、青い初犯者の減り方の方が急激で、赤い再犯者の減り方の方が緩やかであるため、検挙された人に占める再犯者の割合っていうのが高くなってきていると。で、減ってないんだ。直近のその割合を見ますと、再犯者率というその割合を見ますと 47.9% ということで、約2人に1人が再犯者であるといった現状に今はなっています。安心安全な社会を作っていくって観点からすると、この高くなってきている再犯者の割合をさらに低くするな、より安全安心な社会につながると思うので、そういう取り組みっていうのを今頑張っていってるというところです。再犯防止、はい、そういうことになります。これ取り組みというか、再び、犯罪とか非行をしないようにって、なんか指導の仕方があるんですか。これは、はい、もちろんちゃんと立ち直るようにって本人に指導するっていうことも大事なんですけど、いろいろと我々犯罪に陥る背景を分析するといろんなことが見えてくるので、その説明をここでさせてもらいます。背景と言いますと、はい、犯罪や非行を繰り返す人の背景としていろんなものがあるんですけど、代表的なものをちょっと挙げてみました。一つは就労、仕事についていない、仕事につけないことによってお金が入らなくて犯罪に走ってしまう。あるいは住居と書いてます、これ家ですね、住む場所がなくてどうしようもなくて犯罪に走ってしまう。あるいはちょっと違う切り口になりますけど、十分な教育を受けることができなくて、なかなか就職で思うようにいかない、あるいは職場でも思うようにいかない、こういったような事情を抱えている人。またこう対人関係の問題というのもありまして、人と人の接し方っていうのがうまくこなせない方も中にはいまして、そういうことを原因として社会に溶け込めずに孤立してしまって犯罪に陥っているような場合、こんなのもあると。さらには依存症、アルコールであるとか薬物であるとか、そういう依存症になってしまってそこから抜け出せなくて犯罪を繰り返している、こう様々なこう背景っていうのが犯罪を犯す人の後ろにはあると。様々まずやっぱり分析をして、この人の背景には何があるのかなってことを分析して、そこへアプローチしていくということが効果的であると。そういった形の取り組みを法務省では今一生懸命頑張ってやってます。これどうすれば立ち直ろうってい こう気持ちにさせられるんですかね。そうですね、やっぱりそのあたりは、実際犯罪などをして立ち直った方から話を聞いてみると、どうやったら本気になるのかなってことも聞けると思いますし、またどういう支援があると効果的なのかってことも聞けると思うんで、今日はそういった方からお話を聞いてみるといいんではないかなと思います。なるほど。そこで今日は有罪判決を受けた後社会復帰を果たしたこの方をお招きしました。どうぞこちらへ。高地です。こんにちは。よろしくお願いします。お願いします。どうもよろしくお願いします。改めまして高地さん、よろしくお願いいたします。お願いします。いやでも高地さんが逮捕された時は驚きました。いやもうね、これは自分で言っても変ですけど、自分が一番驚きました。あ、本当ですか。はい、ついに終わったなって。終わった、はい、それとほっとした、これでやめられるっていう気持ちで、ね、言われてますよね。はい、最初にこの、
薬物に手を出したというのはいつ頃なんですか。まあでも成り上がるためにはどうしたらいいかなって、うんうん、悩んでる時にあの東京で当時流行ってる、うん、僕は二十歳の時ですね、うんうん、ディスコ、はいはいはい、やっぱりそういう夜遊びの場所が時代の先端を何かつかめるんじゃないかと思って、うんうん、そこで何度か足を運んでるうちにある日突然覚醒剤を炙って回してるわけです、あ、そういう時代、お前やったことあるって聞かれたから、うん、田舎者じゃないですか、舐められたくないし、やっちゃいけないものとは分かってるんですけども、それよりもこの人たちの仲間に入れることが嬉しかった、あ、そっちね、それで身を見よう見まねで、まあ、やっちゃったっていうのが僕の初めての薬物との出会いでしたね、そのマトリという方ですが、はい、入ってきた時に、はい、なんていうあれでしたっけ、もう ありがとうございます、ありがとうございますっていうその気持ちはどういうとこから来たんですか。いや、やっぱり現実な話、うん、逮捕される前からこのままだとやばい、全てが終わる、あ、でやっぱり、はい、薬物を使うために大切な家族に嘘をついたり、うん、もうそうやって友人関係であったりも知らぬ間に優先順位が薬物を使いたいというふうになっちゃって、はいはいはい、だからもう薬物を使うごとにもう逮捕される間近は使っちゃった自分に腹が立って、うん、また使っちゃったよって、もうそれに苦しんでそれを忘れたいからまた薬物で忘れたいと、それの繰り返しになっちゃって、だからこれからこうね、やっとこの薬物をやめるということになってわけなんですけども、これ小林さん、薬物ってこうやめるのがやっぱ難しいっていうことですか、はい、ちょっと数字でご説明をしますね、はい、この上の数字何かと言いますと、20歳以上で覚醒剤取締法違反で検挙された人のうち、再び同じ覚醒剤取締法違反で検挙された人の割合、うん、つまり覚醒剤取締法で検挙された人のうち、前にも覚醒剤取締法で検挙された人はどのぐらいの割合なのかなっていう数字が 69.2% っていう数字があります。でちょっと似た数字で下の数字を紹介しますけど、これは同じく20歳以上で窃盗の罪で検挙された人のうち、同一罪名の前科、窃盗罪の前科を有している人の割合っていうのを示したものが 19.9 です。で窃盗っていうのは刑法犯の中で検挙される人員の約半数ぐらいが窃盗罪ですので、ここはこう同じ前科を持っている人、つまり裁判を受けて有罪判決を受けた人っていう、ちょっと違った、検挙された人と若干違う切り口の数字ではあるんですけど、対比してみると窃盗罪で 19.9 っていうのに対して覚醒剤は 69.2 っていう数字になりますので、かなりこう薬物事犯のこの再犯というか繰り返してしまう率が高いっていうことは、こういった数字から分かってくるかなと思います。全然も高い、3倍以上ですもんね。そうですね、まあ、これからまた話にあるかもしれませんけど、この薬物が依存症であるといったこともここには関係してきているのかなとは思います。薬物を断ち切り回復の道を歩んでいる高知さんですが、立ち直りに向けた3つの重要なターニングポイントがあったといいます。まずは1つ目、依存症だと認めたことということですね。はい、まあ、依存症というより病気というものを認めたということですね。まずは病院に高知さん自身が行かれたというのを聞いたんですか。はい、そうですね、僕はやっぱり逮捕されて拘留されてる時に、出てからどういうふうにすればいいんだろうっていうのが全く分からなくて、事情聴取を受けてる時に麻薬取締官に聞いたんですよ。はい、そしたら、そうだな、国立精神の松本先生がいいんじゃないかって言ってくれて、あ、そうですか、もうそこは素直に、それで弁護士に頼んで松本先生にアポを取ってもらって、それで、まあ留置場から出てくると同時にすぐ僕は先生のところにつながりました。これ病院行った時ってどんな感じだったんですか。どういう形で先生にこうお話を。そうですね、まあ、先生はまず真っ先に あなたは病気ですと、依存症という。あ、そうなんですか。はい、でも僕はもう認めなかったんですね。いや先生、僕は病気じゃないから、運が悪かったんだと、そういうふうに言って、まあそういう僕でも4ヶ月ぐらい
経って通ってるうちに、なんか先生の話したことがふっとヒットしちゃって、うん、だってあなたは逮捕されなかったら辞めれてないですよねって、うん、確かに悩み苦しみそういうことでやったけども、結局その苦しみを消すために使ってましたよね、それが病気なんです、うん、ということで、ふっと腑に落ちて、そこから自分は病気なんだって思ったら、もう先生直してって、認めることがまずは立ち直る大きなきっかけになったんですね。はい、そして2つ目が自助グループの存在ということです。この自助グループってどういうことですか。そうですね、まあ、僕的の解釈でいくと、同じ問題を抱えた人間たちが、自発的に集まって、そして正直に自分の心の奥のありのままを言語化して、辛かったり苦しかったり時には嬉しかったり、そういうことを正直に言葉にして話し合い、そういうグループ。そこでその次女のグループとの出会いが1年目じゃなくてもう少し後ですか。3年目ですね。あ、そんな時間かかった。だから松本先生の、まあ、医療だけのお医者さんの治療だけでは、僕自身が今日迎えることができなかった。そんな時に偶然民間支援団体の、代表と会って、そういう自助グループってあるって僕知らなかったんで。いや、それはみんな知らないですよね。これ具体的にどういったことをやるんですか、そのグループの中では。まあ、今まで、自分が生活している中で辛かったり苦しい、やっぱり孤立している自分の辛さっていうものを言葉にして、吐き出すんだ。吐き出す。で、あくまでも言うだけ聞くだけっていう、そういう吐き出したい、でそれはみんながそこでこう吐き出すわけです。そうですね、やっぱ共感とかあるわけですか。あります。何度か足を運んでると、ある人の仲間の話が僕の心にヒットしたんですよ。それまで僕自身もやっぱりあんまり心の深掘りで内面をさらけ出して話すっていうことはできないよね。他人の前で自分の弱みとか、そういう弱点を話すというものはなかなかそれができなかったんですけども、ある日、あ、一人じゃないんだ、こうやって思ってたのっていう感動から、自分もそこからだん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 心の内面のありのままを正直に、もう話すと、なんか話してるたびに回数によってはもう泣きながら喋っちゃったり、でも不思議なんですよね。聞いてもヒットすれば心が楽になったし、自分から勇気を持って喋ってももっと楽になったし、何なんだろうこれっていう、もう他人だから話せるっていうことって改めてあるんだな。ターニングポイント3つ目が過去との向き合い。これはどういうようにしてこの過去と向き合ったんですか。これは、そうですね、これはもう本当に松本先生、そこから先行く仲間、そこから自助グループというものに出会い、先行く先輩たちが、まあ、あなたは12ステッププログラムに取り組んでみようっていう、要するにはそのプログラムというのは、まあ、自分をまず病気と認め、そして自分の過去を振り返って、自分の背景、なぜこういうふうに至っていたのかっていう、そういうことを本当に振り返り、でその中で自分にとって問題のある癖、考え方であったり、そういった習慣を作ってしまった、そういった問題にしっかりと向き合って、それをやっぱり一つ一つ改善していく。でもお話を伺っていると、本当に過去に一つ一つの生きづらさっていうのを自分自身で解決していったんだなっていうのをよく分かりました。そうですね、それまではなんか他者意識をしたり、他者に向けてなんか自分を肯定したいから責めてみたりとか、でも結局それって何の解決にもならなかったんですよね。だったら他人とか目の前の人を変えるよりは自分が変わっちゃった方がいいんだなっていうことを、先行く仲間にも教えてもらって、
それがすっごい楽になって、そうなると全てのものに対してなんかすごく僕はですけど視野が広がったんですよね。なるほど、いろんな意味で。そういう活動がありますよ、こういう形で、病院に行けばいいんですよ、っていうことは周りがみんな分かってあげてれば、ね、そういう人間が仲間に知り合いにいたら、そうですね、おいちょっと行ってこいよと。高橋さん現在どんな活動されてるの、はい、僕の役割というものはリカバリーカルチャーって言って回復者が作る文化、僕の役割は本当に回復しながらもうどこでもいいからカメラに向かって笑顔っていうものをどんどん笑えって明日があるっていう、そういったことをやっぱり広める役割として、なんかどん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 みんなにメッセージを送れたらいいなって思います。これ SNS も盛んにもういろいろ発信をされてますよね、はい、自分なりにやっぱり心の内面をちょっと日記のように書いていこうと思って、そういった発信を通して出会いっていうのも変わってきましたか、うん、いや全然変わりました、今の僕があるのは逮捕されてから出会った人たちの方が本当に今日の僕がある、それを作ってくれた本当にありがたい人たちですね。あ、依存症ってこうなんだ、回復できる病気なんだ、あとは苦しかったら手を挙げろとか最善尽くして次にどういう形でつなげて、生きづらさがやっぱり本気で生き直したいと思ってプロセスを踏んでる人間には優しい社会であってほしいなっていうことが、何か橋渡しでバトンタッチができたらいいなとは思います。では最後に高知さん、再犯防止のために大事なことは何か、メッセージをお願いします。再犯したくないと思うなら相談窓口はいくらでもあるから、経験をもってしてそれぞれの生きづらさを感じている人たち、それの内容によって調べてやっぱり勇気を持って一歩を踏み出す、そこに足を踏み入れてみるっていうことが大事だと思いますね。やっぱり本気で生き直したい、立ち直りたいっていう人の前では社会はもっとそれを応援してくれる、支えてくれるなんか社会になってほしいなって思いますね。こうした高知さんの声を聞いて小林さんいかがですか。まず高知さんご本人自身が変わろうと思ったってことが一番、まあ、出発点としてはもちろんあると思うんですけど、あの今おっしゃったこう手を挙げるっていう言葉、先ほどから犯罪を犯して地域社会の中で孤立してしまっている人たちが手を挙げてフラッグを立てることによって、そこに支援をしてくれる人たちが現れてこう手を差し伸べてくれる、その手を挙げることが大事だと今日高橋さんおっしゃってるわけですけど、まさにあのそれ非常に大事なことだなと思います。でもう一点はやはりその手を挙げた時に手を差し伸べる方々がいらっしゃったということなのかなと思います。あと3点目最後なんですけど、特に今回依存症っていうことをテーマに高橋さんいろいろお話しいただきました、はい、で我々最初の冒頭で話した通り、その犯罪をする背景にいろんなものがありますよって、そこにアプローチ、その犯罪の背景に対するアプローチが大事なんでしょうということを言いましたけども、まさに本人が必要としている支援につなげていくっていうことがやっぱり大事なのかなと思います。やはり高橋さんが依存症だっていうことに対して依存症を回復させるためのアプローチを適切にこう高橋さんもそれに乗って、またそれを支える側が提供して、そういう形で立ち直ってきたって考えますと、やっぱりご本人が求めている本人の特性に合った支援をしていくってことが非常に大事なのかなってことも感じた次第です。今言ったようなその国ができること、地方公共団体ができること、そして民間の方々ができること、そしてご本人にやっていただくこと、手を挙げることも含めてですね、そういったことをパッケージで進めていけるようにこれからも頑張っていきたいなと思いますし、頑張っていかないといけないなと高橋さんの話を聞いて今日思いました。長野さん、高知さんのそういった回復し続ける姿というのを、はい、こうやって生で声で聞いてみていかがでしたか。いや今日あの初めて、ね、こうお会いして活動がどういうものなのかって、ね、よく会うまで理解してなかったんですけども、はい、周りの協力って多分絶対必要だと思うので、だからやっぱその周りの人たちがいかにそれをこう手を挙げた時に手を差し伸べる環境を作るかっていうね、いろんな人に支えてもらって、はい、応援してもらってるっていうのがあるから、もう今度は裏切らず大事にしたいですね。高橋さん今日本当にありがとうございました、はい、ありがとうございました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。